キチャンネル。こんにちは。こんにちは。ネクストブレイク選手見極めろ予算5億円チーム中間発表。イエイ。まあこれ第3弾これね、はい、これはもう誰が今年ブレイクするかっていうのを袴田さんとね、はい、予想してチームを組んで、まあ、予算5億円でね、はい、袴田さん2億3880万、佐々木1億9770万とね、はい、そこまで予算かからなかったっていうね。全然かからない。でこれルールとしては前回のね10億円チームと12球団12ポジションの10億円チームに使った選手は入れれないっていうところでね、はい、ね5億円チーム、はい、どうなのかっていうところで先発は佐々木、はい、これはね、24歳以下はい、でチームを作るっていうね、うん、ところでピッチャー、はい、伊藤大海、はい、これはもう4100万からこれはもう上がるっすね。 あれなんか伊藤大海入らないからなんか人変えるって言ってませんでしたっけ。あ、そうだ、伊藤大海は多分変わってます。誰だった、大勢入れてる、入れてる、大勢ですね、大勢で、入れてた、1600万、大勢入れてる、1600万、先発で、先発で、はあ、まあまあね、まあ、その時は分かんないからね、タイツ入れてる、マジで、あらら、1600万で大勢、はい、まあ、このままいって西武を取れば、はい、まあ、巨人が優勝を逃したとしても、はい、まあジャイアンツだからね、はい、4-5とか硬いね、4-5-5は硬いね、4-5はいきそうですね、うん、4-5で、うん、ほらマジか、やっぱ見る目あるね。袴田さん、はい、宮城はい、5000万、まあ、まあでも、うん、まあまあでも上がるよ、上がるよ、ローテーションも持ってるので、うん、上がると思うので、うん、まあ現状2000万アップで、はい、ここからどこまで頑張れるかだね。そうですね、シーズン終了に向けて、じゃあ5000万から7000万ぐらいにしてみます、うんうんうん、で続いてリリーフ種市入れたのよ、今年カムバックするかと思って、はい、まあ2軍では投げてんだけど、はい、1年1軍来なくて、はい、ここもダウンだね、2000万、2000万、うん、まあ、200万安ぐらいです、まあ、みんなここら辺安いからね、はい、でリリーフ高松堀、はい、まあ、ちょっとバタバタするとこもあるけども、うん、まあ上がるんじゃない、ちょっと上がりますかね、うん、7000万、まあ、こっからの頑張り次第だね、だから宮城と一緒だね、はい、こっからの頑張り次第でどこまで上がるかだね、はい、で抑え根本日本ハム、うん、最近ちょっと投げてる、ね、これはもう520ですから、うん、ここら辺難しいよね、はい、どうなんだろうね、えでも800万ぐらいになるかな、800万、1000万いく、まあ、1000万にしよっか、きれいいから、お1000万約倍いきますか、うん、800万ぐらいかもしれないけどね、800万ぐらいにしようか、じゃ じゃあプラス300万ぐらいにしていきましょうか、うんうん、はい、でまあ、そこからどこまで、ここからどこまで頑張るか、ね、そうですね、後半戦で、うんうん、で次大江いないね、いないですね、うん、これちょっとダウンしますね、うん、2800万からじゃあ 10% ダウンだね、280万だ、はい、じゃあ2500万ぐらいにしようしましょうか、うんうん、はい、これはやっぱ下がっちゃうね、はい、うん、続いてキャッチャー山本、はい、山本でも最近峰井頑張ってるからね、そうなんですよね、でも1030万だからね、維持にしよっか、まあ、今後どこまで頑張るかだね、そうですね、うん、これがもう900万台になる可能性もあるし、はい、1100万になる可能性もある、はい、じゃあ維持で安田袴田さん、はい、出だしね、そうなんですよ、出だしコロナ感染かな、でファームかな、最初、あ、そうだったかもしれない、ね、でそこから上がってこなくて、はい、まあ維持かな、ルーキーですからね、維持かな、維持ですね、うん、でファースト、はい、安田、はい、何やっとんねんっていう、おー強い、もっと上がるはずやったのに、どうですか金額としては、3000万、うん、いやもう結構もらってんねと思って俺、はい、2割3分4厘ホームラン2本、15、うん、70試合、はい、ロッテもこういうのとかで上がってるからね、うん、300万アップでいいんちゃうじゃん、おじゃあまあちょいアップで、うん、10%、じゃあ3000、俺からしたらもう維持ぐらいでもちょうどいいけど、はい、まあ、10% アップぐらいか、じゃあ、まあ、ここからどこまで頑張るかだね、そうですね、うん、はい、で続いてファースト郡、郡選手やっぱ怪我してて、うん、たまに打つとこあるけどね、そうなんですよ、うん、上がってきて打ったんですかね、でも800万だからね、そうなんです、維持ぐらいか、1000万か、1000万いきますかね、200万アップしとく、期待量込みで、そうですね、誰やねんお前っていうねどの立場からやってるっていうかあの違和感ある、聞く人聞いたら違和感あるだろうね、はい、こいつら何言ってんねん勝手にみたいな勝手に年俸決めて1割3厘はい16試合、怪我だったので確か、あまあ維持、まあじゃあ期待量込みで100万アップにしとく、そうですね、じゃあ、まあ、こっからどこまで頑張るかだね、後半戦、ね、まあ、もちろん維持もダウンもありえるね、はい、うん、で続いて佐々木セカンド、はい、セカンド太田、はい、いやでもんもうちょっと来るかなって思ったけど、できれてないよね。そうですね。結局は。いやー。何試合ですか？
22試合1割6分4厘1600万、15だなダウン、はい、マイナス100で、うん、100万ダウン、はい、で黒川、はい、高松さん、まあ、序盤結構出てたりはしたんですけど、2軍では打つんだけどね、はい、でもまあ780なので、うん、そうだね、元がそんな高いわけじゃないからね、そうなんですよ、でも一番出たりもしてるので、黒川は2割ジム2輪17試合、はい、800万にしよっか、そうですね、とりあえずは、まあ、こっから次第だね、はい、そうです、うん、こっから次第、後半戦ちょっと出てくるか、うん、ここぐらいの選手は後半ちょっと頑張ったらすぐ上がるからね、はい、でサード野村、ジェームス、ここはいいじゃないですか、でも怪我で結構いなかったからね、最初あれそんなになかったでしたっけ、うん、ここ最でね、まだ今もいないからね、うん、野村打ってんだよ、はい、いい感じで、いやそりゃ80試合、はい、2戦3-5かな、お頑張り次第で1500アップ、うん、頑張り次第で、はい、ここからの、そうですね、で袴田さん中日、石川そうなんです、怪我出るやつ、そうなんです、意地か、意地ですね、意地かな、ひょっとしたら100万ぐらい上がるかも分かんないよね、はい、うん、そしてショート水野、うん、いやね、開幕スタメンで、まあ、ルーキーなのでと思ったら同じルーキーの上川畑にね、そうですね、ちょっと抜かれちゃって、1000万上がる、維持ですか、うん、維持ちゃう、21、1割2分2厘、うん、維持やな、維持で、うん、まあ、頑張り次第で1000万に行くやろ、はい、ショート森ケイト、まあまあ、まあ、ちょっと怪我して出遅れたので、うん、そうだね、でも今こっからだと思うんですよね、うん、まあ、今現時点では1号ぐらいにしとく、はい、だからここからね、本当頑張ったら全然ありますね、まだプラス全然ある全然ある、まあ、もうちょっと打率上げたいよね、はい、で続いて、レフトネオ、もうレフトじゃないけどね、ピッチャーとしての査定だからこれ上がるね、上がります、ピッチャー、まあ、ここからどこまでピッチャー頑張れるかだけど、はい、結構抑えてますから2000万ぐらいいくんじゃない、下手したらね、はい、ピッチャープラス700万いくんじゃないですかね、もう来年からピッチャーのところに入れなきゃいけないけどね、はい、まさかのレフトネオがノミネート、はい、袴さん若林、まあ復帰してきたけどね、はい、ちょっと去年のね怪我する前の感じじゃないんでダウンかな、うん、100万ぐらい、じゃあマイナス100万にします、うん、でセンター和田、はい、和田また今年盗塁してるからね、はい、どうですか、これはまあ2000、2号ぐらいいくんちゃう、2号いきます、うん、盗塁は11個が、うん、少ないの、まあ、あんま機会もないしね、出てくるね、うん、いやー1手2だな、2000、うん、1手、まあ、ここからどこまで頑張れるかだね、はい、で磯端、はい、怪我だね、うん、そうなんですよ、まあ、維持か11だね、50万だ、ね、維持かね、じゃあマイナス50にしとこ、でライト秋広、はい、どこ行ったどこ行ったんや、頑張れるかと思ったけど、はい、まあ、維持かな、維持ですね、600万ですから、うん、はい、で赤間さんライト、はい、来た選手ね、クーってくるかと思ったら、はい、うん、そう、まだまだちょっとあれですね、まあ、800万だからな、維持か、維持かな、うん、まあ、下がったとしても10とか20だからね、うん、そうですね、まあ、維持にしてきますね、うん、で DH、はい、井上阪神、はい、まだか、早かったな、ちょっと早かった、まだだった、はい、で、袴田さんの渡辺、はい、DH、 まだ、うん、2年目だから渡辺は下がるかもわかんないね、そうです、1600万もらってますからね、うん、100万ぐらい、はい、まあ、井上は多分期待値込みで10万アップとかあるからね、なるほど2軍とかはね、じゃあまあ維持にしときますか、うんうん、維持で私がマイナス100万にしていて、これ佐藤さんの方が上がりそうだな、大勢いるからね、そうなんですよ、俺の有望株は大勢と野村、はい、うん、あとネオだね、あ、そうですね、うん、なんだかんだこの3人かな、はい、私は、まあ、宮城投手、うん、あと堀ね、あと堀投手、うん、あ、いや結構浜松野手全滅だね、そうなんですよね、怪我もあったりとかちょっと不調だったりとか、野手はちょっとプラマイゼロかマイナスになっちゃうかもしれないですね、うん、一番良さそうなのは森ケイトかな、あ、そうですね、こっからの頑張りでね、はい、まあ、まだ終わったわけじゃないからね、うんうん、こっからの頑張りで一気に来そうな感じだと、まあ、黒川も今の内野だとちょっとね、そこまでもう模擬も帰ってきたしね、うん、出るとこないから、あと伊藤幸也選手とかもね取りましたしね、うんうん、そんな上がってくるような、ね、うん、2軍では打ってるけど大きく年俸が上がるような状況じゃないもんね、はい、で安田もちょっと状況じゃないしね、うん、だから森ぐらいだもんね、はい、ここの中でこれ後半戦の頑張りでもうちょっと上がりそうだなっていうのは、うんうんうん、で俺の中だと、まあ、安田がね、はい、チャンスはもらってるからね、うん、
そう頑張ればもうちょっと大幅に上がるんだけど、そう頑張らないからね。はい、いいの、はいって言ったって。はいや、流されてはいって言いましたよ。危ないよ、なんかさ、もうあの俺の空気感に染まりすぎてる。そうですね、ちょっと何も考えずにはいはい言ってました今。はいはいはい。あと野村がね、はいっていうのと、うん、まあ、水野もちょっと上川端も使うよね。そうですね、で、ネオがこのね、うん、いい形でもうちょっと投げてればね、もう今いい感じで来てますからね、うん、まあ、あとはもう体勢がどこまでなるかだけで、あと、ね、根本もちょっとね良くなってきてるから頑張り次第で、うんうん、ね、あのプロ野球ニュースでタオさんが、あの岩本さんと五十嵐に置いてけぼりにされて電話越しで寂しそうだったけど、僕はその気持ちタオさん分かりますよ、ね、少ないですよね、60球で交代じゃね、3イニングで交代でね、うんうん、したんですね、はい、だからまあこっからだね、はい、でもちょっと佐藤さんにこれ分がある気がするな、うん、やっぱ大勢様様だね、うん、そうですね、うん、いやでも伊藤大海投手を入れてたとしても、そうそうそう、よかったね、まあ、よかったですけどね、そんな変わんないのよ、ちょっと年齢が上だったってことで、うんうん、そう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 、うん、だから、はい、ね、3つやってきましたけど、うん、ひょっとしたら、はい、2勝あるね、そうですね、うん、まあまあ一番の大元は10億円ですから、え、そうなんですか、もう全選手の中から選べるのは10億円選手ですから、あれがメインですから、そうなん、あれで3連覇じゃあ 俺3年これ1連覇からしていくわ、長いな先長いですね、あれも本当負けそうだもんね、あれは本当にね、あれはちょっとそうですね、もうやばいね、はい、まあ、でも分かんない、まだ後半戦どうなるかね、そうです、後半戦でこうなるかこうなるか分かんないんでね、だから皆さんもね、自分たちでやったやつチェックしてみてください、はい、はい。